高架タワーの中でも最も好きなアングルの一つでございます。足元までガラスがあるのが景色をより美しく見せています。このハプニングウィンドウは昼夜写真かと思っておりましたが、リアルタイムで映し出されているようです。
こちらの福岡タワー、8000枚のハーフミラーガラスに覆われております。1989年に開催されましたアジア太平洋博覧会、通称ヨカトピアのシンボルタワーとして建設されておりまして、今年で開業30年を迎えております。テレビやラジオの電波塔の役割も果たしております。이타와는8000장의유리로만들어져있습니다현재는텔레비라디오에손씻다기능을하고있습니다1989년에건설되었습니다30년皆様大変お待たせいたしました。まもなく地上1階へと到着でございます。30年、お帰り口の扉を出て左手でございます。プロジェクションマッピングのような福岡タワーです。夜も素敵です。福岡タワーの営業時間は9時30分より22時までです。